はい、で、ジオ JSON ファイル4つ、出先4つ分のジオ JSON ファイル、これを、今、これ繋いでます。海岸の、中華スマホですね、タフです。これに、コピーします。ビューン。はい、一瞬で終わり。で、これにコピーできました。これからは、これでの作業になります。で、どこでも行こうかな。すべてクリアでしょ？それで、行こうか。かな。地図ロイド。起動してメニューから作図ジオ JSON を選びます。はい。で、ここでファイルクラウドから読み込むっていうのがあるんで、これを押すと。で、フォルダを変更。これで、この地図ロイド用ジオ JSON 用データっていうさっき USB ケーブル経由でコピーしたフォルダ、これ仮置き場で、多分後で削除しても大丈夫なんだがどうかな、ちょっとわからんな。GPX は後で削除してもいいんだけど、JOJSON はちょっと未確認ですが、例えば、リンド、新川、UTF8、4326、上から行こうか、リンド、高岡か。じゃあこれ行こう。このフォルダ、このフォルダを使用を選ぶんだ。で、アクセスしてもいいですよってやって、取り込むで確認開始で、4つ選ばれた状態になってますんで、これ全てを外せば外す。デフォルトはオンかな、緑のチェック。で、取り込み開始。これで登録してもいいですかって4つ。187、138、201、293。線分ですね。これラインのデータなんで。OK。登録が成功しました。あ、元のファイルは削除しても構いませんだから、さっきの仮フォルダーですね。あれはいらない。中捨ててもいい。で、この状態だと、オフの状態なってるんで、例えば、じゃあ、富山農林振興センター管内。これを押して、あ、違うな。削除とかしたらダメな。これ、こっちを押すんだ。そうすると緑のチェックが出ます。これで表示状態です。これ一遍閉じましょう。で、富山振興センター管内とこんな感じで、林道の線形が出てきます。アリミネ林道とかもちゃんと載ってますね。まあ、こんな感じで、広げていくと、この線形が、ちゃんとここと右手離すと一致するから線形がずれてることはない。俺は小口側線。わ、雪残ってるね。まあ、という感じで。ただこれだと、有名な林道はこの背景、これ Google の衛星かな。ああ、Google の地図なんで、地名とかある程度入ってるんですが、マイナーな林道の路線名とか全然載ってないんで。で、それを表示するには、メニューの、作図ジオ JSON を選んで、さっきの、この林道富山っていうやつを選んで、この右の3点。で、これスタイル設定ってある。で、さっき見たよね、前の動画で見たよね、ネーム2っていうのが路線名なので、この、ラベルですね。線。で、ラベルを表示するを押すと、プロパティ名。これがそのデータベースの列。何列、何フィールドのデータを表示するかっていうので、これを選択して、さっきのネーム2っていうのが路線名なんで。で、これで OK を押すと。で、閉じると。そうすると、ここに赤字で、これ、コツハラ線終点側とか、大辻山線1とか、仙石線とか、伊織仙石線とか。まあ、こんな感じで、
紀の倉線、喜多川とか、桑首線とか、まあ、路線名もちゃんと出ると。まあ、あとスタイル、これ赤が嫌だったら別の色に変えてもいいし。という感じで、林道がこれに線形が表示できて、路線名も出るようにするまでの動画でありました。終わり。